はい、皆さんこんにちは。スポーツドクターの岩井優作です。イエーイ、元気にしてますか？今日は天気がいいです。今日ですね、お伝えしたいのは、大人になってからもテニスが上手くなる方法ということなんですけれども、この大人になってからもテニスが上手くなる方法、そのほとんどがですね、テニスをやってない方がこれからも健康で長生きして幸せな生活を送るために必要なことになってくるんですね。では今日お伝えしたいポイントというのは、そう、この筋トレの器具を自宅に購入してほしいということなんですね。で、なんでかというと、やはりですね、前回の1本目の動画でお送りしましたが、一番ですね、テニスで重要になってくる心技体頭と4要素なんですけれども、この中で社会人になってから落ちがちなのがやはり体の部分になってくるんですね。で、体の部分を鍛えるのに、まあ、社会人の方はお時間がないという問題があります。なので、ご自宅にこのアイテムを置くことによって、短時間で鍛えられることはもちろんですね、まずこのアイテムにしっかりと重量があることによって、その短時間でのトレーニングの効果が高まります。加えて、このアイテムを自分がですね、持っているということで自分の自尊心が上がってくるわけなんですね。あ、自分はトレーニングに対して、重要視をしていると、そしてこのトレーニング器具まで買ったということが自尊心につながるわけです。で、このバーを買うのはですね、場所的にもですね、かなり制約がありますので、まず皆さん最初に買っていただきたいのはこれです。やはりこれですね。男性の方はもちろんですけども、女性の方もですね、ダンベルを使ってトレーニングをされると自尊心がかなり上がります。で、ダンベルもですね、ダンベルを買うと何が問題かというと、家に置き場がない、置き場所に困るわけなんですね。そこで僕はダンベルラックというのを購入しました。この下の欄にですね、その URL を貼っときますので、ダンベルとダンベルラック合わせて購入しても大体3万円4万円ぐらいで収まると思いますので、ぜひ皆さん購入してみてください。それでは失礼します。皆様の成功を祈ります。毎朝目標を見ましょう。それでは失礼します。